listening to Shibuya Cross FM. こんばんは。4月20日アーティスト M のお時間です。キャプテンの田江一郎です。バッケン。はい、というわけでちょっといつもと違うオープニングで僕一人になってるんですけど、なんと今日私ちょっと一人で進行しなきゃいけない状況になって、後でいろいろお説明しますが、この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。それではアーティスト応援部スタート。はい、というわけで先ほどちょっとお話ししたんですが、私が一人で進行しております。本日ですね、ちょっとヒーメルの方がちょっと、もともとお休みというスケジュールだったんですけど、本次さんの方がですねちょっと体調不良になってしまいましてお休みということで、なんと番組始まって以来初めて私一人でオープニングをこなすという状況になっております。さあ何を話そうという話なんですが、はい、大変困った状況になっておりますが、最近のねちょっと私一人で話をさせていただこうかなという流れで、何を話そうかと考えた時に、最近ですね僕LINE でですね、小学校の時の、まあ中学校の友達とかとは会ってたんですけど、小学校の時の同級生がなんかこう LINE グループを急遽開きまして、で特に何の説明もなくいきなり招待されて、まあ、入って、もうこれ何があるんだろうなと思って、入ったんですけど、まあどうやらまあ同窓会みたいなものをやりたいっていう話で、まあ LINE グループがあって僕も入りまして、ただですねこれもう僕今42歳で、まあ、小学校がいわゆる30年前で、中学校も、まあ、同じ人も多いんですけど、うちの小学校はちょっと人数がそこまで多くなかったので、小学校の時の友達よりも中学校の友達が本当に、5、6倍みたいな状況になっている中で、まあ、あとはそうですね、私立中学とかに行っちゃった友達とかも結構いる中で、まあさらにですよ、 LINE ってなんかニックネームとかでつけるんですよね最近で。僕は結構フルネームで入れちゃってるんで、僕の名前見たらああタヤだなってわかるんですけど、まあその男の子はなんとなく覚えてるんですけど、女の子がほぼほぼわからないというね。もう名字も変わってる子ももちろんいますし、その中でねもう一人でこう LINE 見て、まあ、大体50人ぐらいの名前がこう上がってる中で、ま、やばいこれ半分ぐらいわからないぞと。で卒業アルバムを引っ張り出してきて見ようかなと思ったんですけど、なぜか小学校の時の卒業アルバムだけなくて、だからもうあこれこのまま、同窓会とか始まったら思い出せるのかなと思って、ちょっとなんか僕だけかなと思ってめっちゃ心配してたんですけど、たまたまその男の子の幼馴染から電話かかってきて、なんかこの LINE グループ集まってるけどどういう状況なのっていう感じで昨日電話かかってきて、で、まあ、彼といろいろなんか同窓会やりたいっていうことらしいよっていう話感じで話をしてたら、で彼はですねちょっともう20年ぐらい前に東京を離れてしまったので、さらに情報がない、もともと出身僕は東京なんですけど、東京離れたんでかなり情報がない状況なんで、もっとわからねえぞと。でさらに言うと、もう連絡取ってんの数名しかいないから本当にわからないぞっていう状態で、2人で
そっから小学校の時の話をいろいろ話すんですけど、まあでも意外に話してるとポン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 思い出してきて、なんかあこういうことあったな、ああいうことあったなみたいな話をしたんですけど、まあ、最近結構まあアニメとかが大好きだったんでそういう話もした中で、最近まあ鳥山先生とかが亡くなられてっていう話を見て、まあ60いくつで亡くなられたっていうと、まあ僕も42なんで、あそう考えるともうそろそろみんなと会っとかないとやばいのかもねっていう話で、ちょっと変な話で盛り上がったんですけどまあでもそういうところでやっぱもうこの半世紀ですか、近い年数、生きてきて、まあその半分以上、まあいくら小学校の時の同級生とはいえもう今半分以上ですよね。だから30年ぐらい会ってない友達とかもいっぱいいる中で、まあ本当にみんないろんな道に進んでると思うので、まあ僕もまあこう多分普通の会社員とかっていう形ではないので特殊な道だとは思うんですけど、まあそういう道に進んで、まあ皆さんと再会してどういう話をしようかなと思って、今すごいシミュレーションをしながら毎日過ごしてる状態になってまして、まあでもね本当皆さん、まあ、小学校の時の友達とかいると思うんですけど、なんかこう懐かしみながらもね、なんかこう一緒にまあお酒を飲める、小学校の友達とかとお酒を飲める日っていうのがあったらすごい楽しいなと思うので、まあぜひぜひね、まあ僕のこの経験をなんて言うんでしょう、きっかけにしていただけたらじゃないですけど、ぜひ皆さんもね、なんか小学校の友達とかとね連絡取ってみたりとかしたら面白いかじゃないかなと思います。はい、なんとか一人で喋りきりましたけど本当にちょっと今日はね一人で進めなきゃいけないということで先に進めさせていただきます。というわけで本日も私タイヤキャプテン、番組を盛り上げていきたいと思います。番組のフェイスブックページも皆さんぜひいいねしてくださいね。それではここで1曲お聴きください。荒毛本次さんのエコそれでは本日のゲストを紹介していきましょう。本日のゲストは佐野光弘さんにお越しいただきました。はい、どうもこんばんは、佐野光弘です。よろしくどうぞお願いします。ではちょっとプロフィールを紹介させていただきます。佐野さんはですね、愛知県出身で、はい、作曲家の鈴木純さんに師事し、歌手の勉強をしていたが、ウルトラマンエースのタック隊員、吉村光三役を演じデビューをされました。役者としてデビューをされました。そうなんですね。出演作品といたしましては勝海舟、太陽に吠えろ、それから最近ですと相棒20、超電合体ゴッドヒコザ、闇金西原さん、はい、
デンエース、カオスなどに出演しております、はいはい、そしてですね歌手としても活動し2016年4月15日にソロ CD を発売されました。人情あふれる人柄でスタッフからの信頼も厚く安定した歌唱力と凝ったステージングのライブは毎回好評を得ております。フライヤー作ってくれて、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、いやいやいや、もうプロフィールを見ただけでもね、これ実はかなり端折っていまして、ええ、他にもねいろいろな方あの番組というかドラマに出演されているということで、結構出てることは出てるんですけど、いやまずはですね、はい、ちょっといろいろお話を聞いていただきたいと思うんですが、はい、デビューされたのが1972年、うん、昭和47年ですよ、はい、ウルトラマンエース生まれる前でしょ。生まれる前、僕は82年生まれでそんな若いの。いや若くないです、もう42ですから。私92年生まれだから。嘘嘘でも82年にウルトラマンエースの吉村、72年ね、72年、はい、昭和47年ね、はい、はい、に、吉村隊員役でデビューされたということで、はいはい、まあ、ここの説明文ではですね、一応全52話全52、殺されもせず殺ろされもせず殺ろされもせず全部全部テロップ出てます。いや僕もねエースはでも覚えてますよ。そうですか、はい、やっぱ結構しかも、うん、まあざっくりと説明させていただくと、うんうん、ウルトラマンのシリーズの中でも、はい、結構変身シーンが、はい、特殊というか、特殊もいいところですね。そう本来、まあ、はい、イメージだとなんかペンとか、そうそうそう、あとはメガネとか、とか、まあ、あと今のウルトラマンとかでもねこうポーズとかですけど、はいはいはい、エースは、うん、なぜか、なぜか男性と女性の指輪ですかね。まあ指輪というかこう、はい、飛んだりしてね、はい、そうですね、2人がタッチすることで変身するという、それが売りだったんですね。はい、だから今でも結構それこそ某番組とかで、うん、ウルトラマン特集とかやると、うん、必ずその変身シーンというのは注目されて、うん、でしかもあれですよね、北斗隊員 と、はい、南隊員が、はい、なんか片っぽは飛行機に乗ってる時も、そう、飛び降りて、そう、そう、地上からジャンプする隊員と、そうそう、上空から落ちてくる隊員が、そうそう、画面からもこうやってやる。最後ですよね。そうそうそう、画面も飛び出ちゃうっていう、そんなのありかよみたいなね。まあ、ある意味最新の CG かもしれないですけど、本当にそういうのでね、まあ、あと結構なんかウルトラマンの中でもどっちかというとこう、はい、スタイリッシュなシュッとしてる顔立ち のエースだったと思うんですよね。こうちょっとこう造形ね。そう、造形が私一番好きなんですけども、はい、これは、うん、なんかこう、うんうん、なんかちょっと弟っぽいなっていうところもあるし、ね、なんかスッとしてますね、はいはいはい、だからその結構ウルトラマンの、うん、今の平成のウルトラマンも入れた人気ランキングとかでも、うん、本当なんか、まあ、旧ウルトラマンでいうとやっぱ太郎とか、うん、セブンとかが、まあ、セブンがね、まあ、セブンはやっぱ人気ですけどね、断トツですね。セブンは人気ですけども、ウルトラマンとか太郎とかだと本当引けを取らないぐらいエースは人気、ね、引けは取らないですね。ちょっと遅れてるぐらいね。でもまあそのエースでデビューされたんですけど、ただねこのプロフィールを見させていただいた、うん、佐野さんが、うん、元々は歌手を目指すために上京されたということで、もう状況はその、はい、沢田研二さんと郷ひろみさんの真ん中を狙おうかなみたいな、あ真ん中あたりになって上京して、うんうんうん、まあ、縁があって、うん、その鈴木純先生、ゆきけいこ先生ご夫妻に、ちょっと支持することができたんですけれども、それはまあ、ある意味ね今日ちょっとお休みいただいちゃったんですけど、はい、相方のフォンチーさんはですね、もともと歌手アイドルをやっていて、はいはいはい、今は俳優、まあ、いわゆるちょっと似てる流れですよね。はい、なのでもともと歌手を やろうと思って、うんうんうん、まあ、愛知から上京されて、うん、東京に来て、そのなぜそのウルトラマンエース、でも根っこはね、はい、どっちでもよかったんです。ああそうなんですか。やっぱでも、まあ、時代もあって、うん、要は芸能人っていうものになりたいっていう、地方で、まあ、うん、憧れ半分ですよね、うんうん、で本当になれるかどうか分かんないけれども、とにかく上京しちゃおうみたいな勢いですよね、うんうん、その中から、まあ、上京して1年後にその
ご夫妻に知り合うことができたので、はい、ちょっとそれはラッキーだったかなと思うんですけど、はいはい、そこからどういう流れで俳優になられたんですか。それで、歌のレッスンはもちろんしてました、はいはい、その中で結城恵子先生って作詞、今作詞家なんですけれども女優さんなんですもともと新東宝の、はいはいはい、藤田淑子さんっていう、それで、かなり、映画なんかも撮られてた方で、で詩の朗読のコーナーを、うんうん、授業を持ってらして、はいはいはい、まあ、毎回出てたんですけれども、うんうんうん、まあ、声が大きかったのか一番前で、うん、こんなどんぐり目でこうね、にらみつけてこうやってるから、うん、目についたのか分かんないですけども、はいはい、ある時、まあ、その前にちょっと振りがあるんですけども、鈴木淳先生がある時にそのレッスン終わりに、佐野くんもう歌はいいかな、歌はいいかな、それで微妙ですよね、なんか どういう風に首かみたいな感じで、どういう風に取っていいか分からなかったんですけど、いいかなって言われて、あ、そうですか、ありがとうございましたって、まあ、それはそれで、まあ、ちょっと疑問を持ちながら帰ったんですけど、1週間も経たないうちにその授業が、詩の朗読の授業があった時に、うん、終わりに結城先生が、佐野くんちょっと何かなって怒られるのかなと、佐野くん、あなたは芝居をする、お芝居をする気があるのって言われたんですよ。いきなりですか。いきなり、はいはい、いきなり、そういう時に私ってそんなに物事を深く考えない方だから、はいはい、うん、もう瞬間的にはいありますって言っちゃう方なんですよ、はい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 、それでもうそれからまた3日ぐらいかな、ご自身の担当 の, マネージャーを紹介してくれて、はいはいはい、だからそれから 3,4 日後ですか、うん、だから話を聞いて1週間後ぐらいにはつぶらえでオーディションを受けたんです。え、じゃあもう結構、そういきなり、もう今から考えたら、うん、もうあっという間のことでしたね。いきなりいいオーディションというか、はい、うん、それもただまあちょっと記憶が定かではないんですけれども、多分ひょっとしたらその主役のオーディションだったのかもしれない。あー、なるほど、一応まあ主役のオーディションというか、うん、決まってるんだけれども、うん、まあ、ちょっと若いのが来たから、はいはい、うん、まあ、いろいろちょっと見てみよう、うん、見てくれもその当時は良かったから、いやいやいや、ぜひねエースを見ていただいて、吉村隊員見てもらったら分かるんですけど、ちょっとね、タック隊員の中でも一番若手でそう、ちょっとこうスカーフ巻いたりとか、スカーフは北斗なんですけど、でちょっとこうシュッとしてる感じで、そうシュッとしてる、それがこうなっちゃうんだよいやでもなんかそのいわゆる年齢も一番若くてちょっとこう、はいはい、かっこいい感じの隊員というだから設定を変えて残してくれたんだね、なぜか私は、その辺のね、謎のままにしておこうかなと、究明はしないようにしてるんです。あ、じゃあそういう流れで急遽その、うん、急遽というかレギュラーで、はいはい、まあ、ある意味残してくれたっていうのかな、はいはいはい、うん、主役。でもどうなんですか、急遽役者の方に進んだって、うん、なんか準備とかみたいな、全然そういう意味では全くもうフランクだから。演技の経験とかも演技の経験は高校演劇だけです。あ、高校で演劇をやる、だからカメラの前での芝居っていうのは初めてです。だからそういう意味では、まあ1から10までもう入った途端にもう何もかにも分かんないことだらけだから、全てがもうその場その場で教えてもらって、うん、まあでもなんか結構その昭和の時代の、うん、まあ役者さんだったり歌手の方とかに僕もいろいろお知り合いでお話聞いた時に、結構そのきっかけは私も役者だったけど歌手になったんだとか、そういう話いろいろ聞くんですけど、うんうん、やっぱりその当時は今ほどやっぱ芸能界ってものが門が広くなかったというか、やっぱ入れる方が限られていた。結局情報が少ないですから、特に地方になんかいると、うんうんうん、もう月刊平凡明星の裏表紙の隅っこに、まあ、インチキプロダクションとか何か分からないようないやそういうようなこと、うん、それを頼りに来るぐらいですから、オーディションとかだけの雑誌ってあるじゃないですか、はいはいはい、あんなのはないですから。あ、
しかも今だったらもう YouTube とか、はい、TikTok とかからいきなりこう売れちゃう、スマホだったらもう世界中にもう、ね、発信できたりした、うん、そんなの夢みたいな話の時代ですから、まあ、だからもうある意味役者経験ないけれども、うん、役者経験やってみるかって言われたらもうやりますっていう、もうとにかくね言うしかないんですよ。結構過酷な撮影だったっていうお話を。過酷もだからそれ自体も分かんないんですよ。あ、これが過酷かどうかも分かんなかった。初体験だから、うん、ただ初先輩もう周りは全部先輩ですから、佐野ちゃんあんたよく頑張ってるねとかよく言われましたけど、でもそれが自分にとって過酷なのかどうなのかっていうのは分かんないわけです。それとまあ一番若かったですから、 あの中では、あ一番若かったからレギュラーの中では、まあ、そういう意味では耐えられたのかな。でもすごいですよね、デビューでもうそれですね。そうだから今思えば本当に奇跡みたいなもんですよね。デビューでレギュラーで降ろされもせずですからね。いや、まあ、ちょっとそういう形で、まあ、役者の方に行かれたんですけど、はい、まあ尊敬する方というか、うんうんうん、まあサンさん自体がこう今、うん、活動されてる中でこの人尊敬できるなみたいな方がいらっしゃってということで、まあ、もちろん、鈴木淳先生であり、はい、ゆきけいこ先生のご夫妻ですね、うん、まずはこのお二人を、うんうん、尊敬。それと、まあ、ちょっと残念ながら亡くなっちゃったんですけど、同門同期ということで八代亜紀さん、はい、あ八代亜紀さん、あもう本当同門同期、同門同期、デビューは彼女の方が1年ぐらい遅いんですよ。涙声で再デビューされたのが昭和48年ですから、うんうんうん、私47年ですからデビューが。じゃあ八代亜紀さんより先輩ってことですか。でもね、はい、私が、まあ、これぶっちゃけ65で、はい、鈴木先生に声かけていただいて、はい、CD デビューしたんですけれども、その時に、鈴木先生のインスタグラムで、今度八代亜紀と同門同期の佐野くんがデビューすることになったからよろしくって言ってくれたんですよ。だからもう同門同期、あもうこれはもう公認ご本人残念ながら言っちゃったんで、はい、もういいかなと、はいはい、同門同期今まで言ったことなかったんだけど。いやでも認めてくださいましたからね。そうそう、もう師匠が向こうでもう今頃二人で笑ってるかもしれないけども もう認めてくれたから、うんうん、これから同門同期行くからね、秋ちゃんっていう感じですよね。でも八代さんは当時練習生時代ということですよね、はいはい、ちょうど全日本歌謡選手権でっていう番組がありまして、10周抜いてる頃だったんですよ。だから来週何歌うのかに歌うの、それじゃないこっちの方がいいんじゃないのとか、みんなでもうけんけんがくがくじゃないけれども、うんうん、冷やかし半分で言ってたんですよ。もともと歌は上手い方なの。あやっぱもう中でも歌うわけ、うん、もう10周行ったって当然だよみたいな方、うまくね、それを、まあ、鈴木先生もレギュラーじゃなかったけれども審査員やってたんで、はい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 、まあ、うまくこう合わせて、まあ、当然といえば当然ですよ。もうああいう方が売れなきゃいけないんですよ。売れすぎちゃったんですけどね。いやでもなんか話がもう盛り上がってちょっと止まりなんですけど、ええ、まずはですね一回歌を聴いていただいて、はい、まあ、佐野さん歌もやられてるということなんで、その歌の話をちょっと後半にしたいと思います。はい、まずは一曲聴かせていただきたいと思うんですけど、はいはい、佐野さんの、サンセットセレナードという曲なんですけど、はい、どういった楽曲になりますか。これはね、師匠の鈴木淳先生の作曲なんですけども、師匠曰く僕はよくこんな難しい曲を書いたなあとあと言うんですよ、はいはいはい、歌わせといて、うんうんうん、じゃないけども、でもそんな曲を僕に振って私に振ってくれたことが嬉しくって、もうその代わりもそれをレッスンのそのレッスンで何十年ぶりかね、師匠の背中を見ながらレッスンした時は涙も出ましたけれども血へども吐きました。本当にかなり苦労しました。ありました。では聞かせていただきましょう、はい、佐野光弘さんでサンセットセレナード。はい、よろしく。黄昏な窓辺に忍び込んでくる
置き去りの思い出運んでくるように、あの人と過ごした短い月日がこの胸の片隅今でも消えない。ぬくもり溜め息面影せなめ、うつりが靴声も、やっぱ役者さんはね、声もやっぱ甘いから、いや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 、人生甘くいけない。そしてですね、ここからはちょっとまたさらにお話を聞いていきたいんですけど、はい、まあでもその曲、うん、音楽のデビューっていうのが、うん、まあ、先ほど言ったみたいに2016年ってことで、そうなんですよ。実は結構ちょっと時間があるんですけど、実は結構、はい、その間に実はちょっと大きな出来事があって、はい、まあデビューされていろんなこうドラマとかに出られてたと思うんですけど、はいはい、パンパツでしたけどね、はい、まあ、ちょっとあの病ご病気をされてしまったということ で、うん、もうぶっちゃけアル中でしたからね。あ酒に逃げてましたね。あやっぱいろいろな、もうもともと気が小さいんですよ。あ、うん、大きな顔してますけど、うんうん、気が小さくて、まあ今でいう過呼吸症候群、過呼吸みたいなことも、10歳ぐらいの時に、うんうんうん、経験してて、あ、そうなんですね。で、まあ、それが過呼吸だって分かんなくて、心臓神経症みたいな病名をつけられて、かなりそのこと、まあ、当時はその過呼吸っていう病気が、うん、だからあの女性の若い子ではその症例は認められたんだけども、男の子じゃないですか、まさに10歳の時にですから、うんうん、まあ、地方の都市の市民病院でもその診断がつかなかったんですよ。うん、でもうそれ何十年後ですよ、これ、うん、あんた過呼吸だよって言われて、もう大人になってからですけどね、うんうん、それがあったもんですから、もうとにかくそのなんかちょっとなんかムカムカとかイライラとかすると、もうお酒を飲むとこう、うん、あれするじゃないですか、こう緩和されるみたいなのがあって、うん、そこに逃げてたんで、ね、だから勢いその量は増えますよね、はいはいはい、でまあそれに輪をかけて途中から25くらいの時から友人に言われて弾き語りをやり始めたんですよ、はい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 、役者の仕事はするじゃないからということで、はいはいはい、でそこではもうお酒飲んでもいいわけじゃないですか、はいはいはい、普通の弾き語りさんは30分ごとに他の店に行ったりなんかしたりとか、うんうん、ローテーション組むんだけども、うんうん、飲めるんだったら飲みたいわみたいな、はい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 、そういうことをやってたんで、それはもう勢い量は増えるし、最終的にはもうポケット瓶持ち歩いてましたから、あじゃあもう結構もうだから今アルコール依存症とかっていうなんかやまりした言い方するじゃないですか、うん、もうとんでもない、そんなもんじゃない、アルツユです、完璧に今思う中毒、はい、中毒です、はい、まあ、それでちょっとね、はい、急性エッセー水炎という病気、病気にかかってしまって、まあ、一度ちょっと芸能をそうです、ね、お休みするっていう、はい、もうその、まあ、リハビリも兼ねていろいろ体力作りとか何だかこう回復しなきゃいけないんでと、うん、いうこともあって、だからその間まあこれ目の前にその酒を置いての商売をしてたんですよ。まあ友人に誘われてクラブをやってたんですけども、飲めないマスターで店長で、まあそれを浸透させるまでにはかなり時間かかりましたけども、結局それで20年ぐらい
あ、じゃあ20年ぐらい、はい、その芸能からは離れてっていう形、はい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 、ただ歌は 歌えてましたよね、はいはいはい、カラオケが なるほど ありましたから、はいはいはい、うん、それがこうあるきっかけで、うん、あのまあ、いわゆるカムバックするというか、うん、だからカムバックというよりもあの師匠たちとはあの細く長くですけれども連絡は取ってたんで、うんうんうん、ある時あの事務所の方から事務所の事務員さんから電話連絡をいただいて、うんうん、この日かこの日かこの日かのどれかに事務所に来てもらえませんかって言われたんですよ。あい言われて、うん、何の話かなと思うじゃないですか。そうですね、はいはい、ね、まさかと思ってその、はい、でもなんか怒られるようなことした覚えもないしということで、うんうん、まあ、この日なら大丈夫ですって言ったんですよ。そしたら師匠がでんと座っててあの座んなさいって言われて、おもむろに佐野君もう一回歌やってみるかいって言われたんですよ。その時も、はい、だから考えない、うん、もう土下座して、はい、やらせていただきます。いやでもそれはもう先生の愛というか、もう愛以外の何物でもないんじゃないですか、うんうんうん、一度はもういいかなって言われて、うん、そのもういいかなは結局もうやめてやめなさいっていうことだったということは分かったんですけども、うん、あ、そうなんですね、そういうことですよね、うん、でもそのやっぱねご病気して芸能界からもちょっと離れていたけれども、うんうん、やっぱその師匠というか先生が、そうそう、うん、まあもう一度やってみるかということで、うんうん、そこから歌の道という感じ、うん、まあ、歌の道っていうかその、まあ、芸能、そう、だからそういうものは苦労しましたけれども、なんとかその OK が出てあの番になりましたということで、そういうものができるとまた広がるんですよね。はい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 、まあ、活動始めた、ちょっと知り合い の、うん、あのキーボニストの人が 今でも座組で一緒にやってもらってるんですけれども、うん、あのこういうの出してよって言ったら、じゃあ今度あのライブの時にゲストで来てくださいよみたいな話が広がってくんですよね。で行くとまたそこでまた話が広がって、あ、まあでもそのやっぱりあの時代を一緒に経験して、うん、一緒にこう戦ってきた仲間だから、うんうん、やっぱこう活動再開したんだったらこっちも出てくれよ、そう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 、そういう感じもありましたね、うんうん、いや、まあ、ある意味その昭和の人情というか人情というかね、まあそういう意味では昭和っていうのは、うん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 、まあ我々は本当に我々世代は特に昭和は、まあでもそういう、まあ、ブランクも乗り越えてね、はい、であの役者としても、うん、あのさらにまた活動も始められてということで、はい、でその上で、ね、あの今回、ね、このアンケートの中には、まあ、タイムスリップしたらいつに行きますかっていうところも、うんうん、もう今が楽しい、過去には行きたくないと、そうそうそう、もうだからそんなの、まあ、先はちょっと多少興味はないことはないんだけれども、うん、過去なんてのはもう昨日のことももう忘れて覚えてないぐらいな、うん、それは地方かもしれないんですけども地方でだから、うん、だから、まあ、そんなことで、まあ、あの後悔は絶対に私は、うん、あのする必要がないと思ってるんですよ、うんうん、後悔っていうのは反省は必要かもしれないけれども、うんうんうん、後悔っていうのは絶対に必要ないです。だから そういう信念がありますんで、うんうん、もう過去のことっていうのはもうそれはもう表現っていうか生き様でも見せちゃってることですから、うんうんうん、それを今更どうのこうのひっくり返すことはできないわけです、うんうん、だからタイムマシンがあって過去に行ってそういうドラマもありましたけど、それをひっくり返してじゃあどうなるの、また違う世界を作っていくの、うん、みたいなことっていうのはそんなことまで必要ないって、うーん、今現実でこうやってやってたって、はいはい、いろいろ話したいこととかやりたいこととかいっぱい湧いてくるわけじゃないですか、そうですね、ね、そしたら多少の未来は必要かもしれないけれども、うん、過去をどうのこうのなんてのは必要ないですよ全く。でももう僕も結構ポジティブな話なんですけど、はいはい、やっぱそういうポジティブな話を聞くとやっぱこう頑張ろうって気にはなりますよね。いやいやもう、うん、頑張ろう、楽しんでください。いやもうね、ちょっと実はですね、お時間もちょっといろいろ過ぎてしまってるんですけど、あ、そうなの、いやもっといろいろお話聞きたかったんですけど、うん、来週でもいいよ。でもぜひぜひまた、うん、あのそれこそね、あのあ、そうですね、ですね、うん、今女優さんとして頑張ってますから、あ、そうですか、いろいろお話聞きたいと思うので、そうですね、ぜひぜひまた来ていただきたいと思います、
でですね、ここで、告知は、5月26日にライブをやられるということで、そう5月26日に、はい、ちょっと佐野お前100年早いよって言われるかもしれないんですけれども、まあ同門同期の八代さんが亡くなられたということで、まあお別れの会にも行ってきたんですけれども、彼女の歌を、まあ、今まで、そんなに取り上げたことはなかったんですけれども、僭越ながら、彼女の歌だけで、プログラムを組んで、ライブのプログラムを組んで、うんうんうん、セットリストを作って、はいはい、ピアノ一本で、はいはい、ライブを、明治座のすぐ隣、明治座でできないから明治座のすぐ隣の綾子ホールっていうところがあるんですけれども、そこで5月26日にやらせていただきますんで、もしご興味がある方いらっしゃいましたらご連絡いただければ、はいはい、サンサーへのアクセスはですね XQTwitter ですねから、それから、Facebook からも、はい、アクセスできますので、はい、ぜひぜひ、アクセスしてみてください。というわけでお時間早いものですが、お別れの時間が近づいておりまして、ね、最後にもう一曲聴かせていただけるということなんですけど、はい、曲こちらラブアゲインという曲、どういった曲ですか？もうこれは昔一緒に過ごしてた人間が あるところで再会して、なんかまたやけぼっくいに火がつくんじゃないかなみたいな、あ非常に軽やかな、いい覚えやすい曲、デュエット曲です。はい、はい、ありがとうございます。本日は佐野光弘さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。佐野光弘です。どうもありがとうございました。よろしくどうぞ。一曲をください。佐野光弘さんでラブアゲイン。別れた二人がなぜか巡り合い、グラスを傾けそっと語り合う、昔の傷をいたわるように、目と目で全てがわかるよね。心心許して指の先まであなた覚えているよ、すべて終わったはずの恋に胸がときめく。子供の頃好きだったアニメや特撮について語ろうということですね。ここからはですね、S ディレクターに入っていただきまして、後半のコーナーやっていきたいと思うんですけど、今回はですねゲストの佐野光弘さんにちなんで、子供の頃好きだったアニメや特撮について語ろうということで、はい、ちょっとこれもね本陣さんとお話しするはずだったんですけど、はい、本陣さんがお休みということで、そうですね、そうだから本地さんと僕だと10個ぐらい差があるんで、ちょっといろいろ話がずれるかなと思ったんですけど、S ディレクターと僕は2個差なの で、 そうです、ね、ほぼほぼ同年代ということで同じものを見てるんじゃないですか、見てるんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、じゃあちょっと僕からですねお話ししていきたいんですけど、僕はですね、まあ、今でも本当に大好きないろいろ、まあ、当時アニメとか特撮とか大好きだったんですけど、実はですねウルトラマンに関してはですね、昭和のウルトラマンは80年に一度終わっていまして、はいはい、そこから再開で、平成のウルトラマンになってしまったので、実は僕らの時代ってウルトラマンなかったんですよ。あれ見てたの何ですか？あれは再放送だった。見てたんですか？ウルトラマン50みたいなものが、あとはあれですね、ウルトラマン USA とかはそのタイミングだったらしいんですけど、だからどちらかというと再放送を見ていたっていう形になるんですけど、まあだからそうですね、だからどうしても僕も太郎だったりとかそういうイメージが見てましたけどね、まあそれでいうと仮面ライダー
僕は仮面ライダーブラック、仮面ライダー RX、はい、RX がですね、はい、1987年ということで、まあ、仮面ライダーも実は僕が5歳の時に1回止まっちゃってるんですよね、はい、そこから平成ライダーになるんで、はいはいはい、だから S ディレクターで言うと、まあ、僕のニコさんは3歳ぐらいの時に仮面ライダーも1回止まっちゃってるということで、実はですね我々の世代って特撮ヒーローのちょっとこう低迷期というかだったんですよね。ああそうですか。僕はでも、うん、あのベルトとかいっぱい持ってましたよ。あ本当ですか。はい、そういうことブラック RX のあのマシーンみたいなの乗ってた記憶ありますよね。もうブラックはすごいんですよね、うん、あのブラックとブラック RX は、まあ、若干バッタというよりかは G っぽい感じですよね。そうですね。G っぽいフォルム。バッタ感ちょっとな色味でしょうけど ね。ブラックにしちゃうとああなりますよね。そうですよね。うん、でしかもなんか結構シュッとしてる仮面ライダーで、はいはいはいうん、首がねちょっとつながってるんですよね。そうですね。他のライダーと違って、うんうん、だからちょっとなんか。しかもすばしっこいっていうところでねちょっと G 感があるんで、いやでも大好きでしたね、すごい見てましたけど、うん、でもそれこそ僕はアニメでいうと小さい頃大好きだったのはですね、ご存知の方は分かんないですけど魔導キンググランゾートというアニメがもう本当に大好きで、あのラムネ&ポーティーっていう、はい、あの作品だったりとか、あとは渡るとか、結構花形でいうとその辺の世代なんですけど、そのあとに、ね、放送されてた魔導キンググランゾートっていう魔法とロボットを合体させた、あのものなんですけど、サンライズさんと、ただバンダイじゃなくて多分タカラトミーさんのと組んでの話だったんで、実はスーパーロボット大戦とか多分僕らの世代だとあったと思いますけど、ありましたね、はいはいはい、はい、そういうところにの参加がちょっと遅れた組なんですよね。今はいるんですけど、が大好きで、もう魔法 と、ロボットアニメ、僕見たことないかもしれないですね、グランゾードは。はい、S ディレクターはどういうアニメ見てますか。アニメはでもやっぱあれですね、今確か今90周年でしたっけ、はい、藤子不二雄さんの、はい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 、はい、なのでやっぱドラえもんは全部見てましたね。あ、まあドラえもんはそうですね、はい、もうドラえもん博士と呼ばれていたんですよ、はい、はい、秘密道具をなんか全部暗記したんですよ、なんかわかんないですけど、なので何でもドラえもんのことは聞けみたいな、未だに甥っ子目一個にはその眼差しで見られるんですけど、はい、今何も覚えてないですでもドラえもんは僕、まあ、映画は大好きで映画全部見てますね、うん、大晦日だよドラえもんが毎年こうビデオで増えて、はいはいはい、全部詰め寄ってありました、ね、なるほどなるほど、はい、結構王道派だったんですか、うん、今あの実は今 S ディレクターは結構アニメとか好きじゃないですか、はいはいはい、あでも小さい頃は王道派というか、そうですね、ビックリマンとかも見てましたけどね。あーなるほどなるほど、はい、なんか多分あの特撮だとそれこそウルトラマンは全体的に見たし、うんうん、あのポワトリンとか、はい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 、シュシュトリアン、シュシュトリアン、はい、あの辺とかも見てましたし、はいはいはい、うん、まあ王道なものは全部見てるかもしれないですね、うんうんうん、姫ちゃんのリボンとか結構少女漫画、はい、少女アニメ、はいはいはい、結構見てた記憶がありますね。妹がいたんで。なるほどなるほど。妹が見てて、逆に妹が僕とか兄が見てたやつを少年ものを見てみたいな感じ。4人兄弟だったんで、はいはいはい、なんかチャンネル取り合いもちょっとありましたけどね、はいはいはい、いやだから僕も今最近ちょっとそれこそ昔のアニメとか見たくて、そのバンダイチャンネルとか入ろうかなと思ってるんですよね。はいはいはい、まあそれこそ今あれやってるんですよ、コナン君も映画やるから昔の作品があのアマプラとかであったり、それこそドラえもんも過去の作品あって、この間おもむろに海底祈願所かけたら止まんなくなっちゃった。いやそうですよ、もうその辺はもうあれなんですけど、まあ、なんか昔もう終わっちゃった作品とかも、うん、いや好きで、僕もだからサムライトルーパーとか、はい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 、あとはセイントセイヤも大好きですけど、セイントセイヤはそうですね、あとはシュラトとかそういうアニメ見たいですよね。ああ見たいですね、ぐるぐるも昔のぐるぐるとか見たいですね。ああいいですね、だからそういうのとかをちょっと 見漁りたいなと思ってる今日この頃です、ね、すごいですよでも絵がそうですね、でもやっぱ楽しいですよね、うんうん、懐かしいから、まあ
うん、見ちゃいますけどね。ドラゴンクエスト系は結構やっぱ見ちゃいますよ、ね。あ、いいですね。アベルの伝説、冒険伝説どっちだったかな。あ、アベルの冒険、ね、はい、あれ面白かった。この間ちょうど 見始めて、ちょっと絵がきつくてもう見て、僕結構まだいけますね。ストーリーは面白いですけどね、展開が早いんですよね。早いです。もうすごい速さだし、すぐ捕まるんですよ。わかります、わかります。いや、という感じでね、まあだからこの昭和のね、あのいろいろ音楽も結構昭和はリバイバルされてますけど、うん、ぜひぜひね、この特撮とかね、うん、特撮なんか本当に今もう CG に頼ってしまうような時代になってしまったので、なんかあの時の味みたいなものは多分なかなか出せない、ね、着ぐるみ感とジオラマ感が欲しいですよね、うん、ぜひぜひ見てもらいたいなと思います、うん、はい、というわけで子供の頃好きだったアニメや特撮について語ろうのコーナーでした。息を音に変える、音を声に変える、声を歌に変える、歌は思い出に変わる、そして思い出はまた歌になる。音楽を作るのは空気と心の振動だ。人生に震えるような感動を何度でも。アルファエンタープライズ。どれくらいの距離を。というわけで番組もエンディングです。ここから番組のお知らせです。アーティストM では番組に出演したいアーティストを募集しております。お家で聴いているあなたも、すぐそこで見ているあなたも、次戦他戦は問いません。応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部、もしくは A-OUBU OUNBU.com で検索してください。いつも僕こう言わないんで、言わないでね、はい、はい、というわけで、なんとか本陣さんとヒーメロがいない回をやり遂げましたけど、いや鼻のなさがいや、それ思ったんですよ。鼻のなさがすごい、もう紫ちゃんぐらいですよ。そうですね、この場で今鼻があるのは。いやいやいや、でもさ佐野さんは、まあ、お話を聞かせていただきましたけど、はい、でもね、やっぱ一番、それこそ今日本陣が一番話を聞きたかったと思うんですよね。そうですよね、大ベテランのね、話を聞きたかったと思うんですけど、まあ、ちょっとね、あの具合悪くなってしまったと思います。めっちゃラフな格好ですよ、だから。いや、だから最後まで僕一人でやろうかなと思ったんですけど、ちょっとせめて僕が喋るにしても目線の相手が欲しいということで、うん、なかなかこう、でも一人で番組やられてる方もいるんですよね。まあラジオはそうでしょうね。この局でいますよね、一人でやられてる方も。ああ、もう今スタッフさんに聞いて、一人でやられすごいですね、一人でやられてる方は本当に、まあ、なれるのかもしれない、ね、なれるかもしれないですけどね、はい、いやでも本当にね、なんか今日の回を佐野さんに出ていただくということで、いろいろこう調べた時に、もうその昭和のそのいろいろなものっていうのをちょっとこうフラッシュバック、まあ今日スタートでも話しましたけど、小学校のグループラインが来たりとかして、なんか一気になんか昔をすごい思い出すこの1週間ぐらいでしたね。うん、そうなんですよ。そうなんかね、ドラマも話題になってるものありましたね、なってますね、昭和、はい、まあ、でも音楽がやっぱすごいですよね、今昭和が。うもう日本だけに限らず海外も今昭和の音楽っていうのをすごい聴いていて、まあ、日本以上に、だからすごい面白いですよね。日本は今結構最先端の音楽を取り入れて、結構ダンスミュージックだとかってなってるけど、実は海外の方が日本の歌謡曲を愛してくださって、海外ですごいこう流行って人気になってるとか、まあ、どっかでまたね、日本もそこに戻る気もしないでもないですけどね。うん、うん、そうですね、うん、なんとなくね、仕事柄音楽やっぱいろいろ聴いたりとかする中で、うん、まあ、昭和の曲をたまにね、うんうんうん、レッスンの生徒さんとかに持ってきて聞いたりするんですけど、いやー、こんなにシンプルな歌詞で、うん、こんなにシンプルなメロディーで、なんかこの胸がギュッとなるっていうのはやっぱり、うん、今の曲とはまた違う楽しみ方だよなと思いますよね。僕らに感化されて、昭和の雰囲気を皆さんも楽しんでみてはいかがでしょうかということでですね、まあ、今日はですね、ヒーメロもお休みのため、ショールーム配信もお休みということになります。
はい、では話はつきませんが、そろそろ お別れのお時間になります。それではまた来週、バイバイ。慣れてないな。思い出はいつまでも綺麗だけど、本当に輝いてて欲しい。季節が過ぎて出会いと別れを繰り返して